どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが、 12月20日の火曜日なんですけれども今回の動画でご紹介していきたいのは来シーズン我々タイガースファンにとって大注目のライト争い事情についてというのも岡田監督は前々から力があれば若い選手を使うよとこのように明言していますが来シーズン高卒2年目を迎える前川選手がドライチ森下選手に対して宣戦布告を行ったということで今回の動画では前川選手が語った森下選手へのライバル意識を徹底解説そして前川選手は来シーズンに向けて一体どんな取り組みを行うのかこういった点について では、早速お話をしていきますが、今回ご紹介していきたいのは、来シーズンのタイガースのライト争い事情について、まあ、来シーズンのタイガースを見ていく中で、レフト、ライト、この2つのポジションにどんな選手が入るのか、これは大きな注目ポイントなんですが、まずレフトに関しては、先日獲得が発表されたノイジー選手が起用されることが濃厚。もうすでに岡田監督はノイジー選手を3番で起用したいというプランも明かしていますし、よほどのことがなければ、ノイジー選手の3番レフトというのは濃厚なのかなと。 ただその一方、ライトに関してはまだまだ不透明なところが多くて、まあ、ノイジー選手と同じく、新スケットとして獲得したミエセス選手、ま、あ元々岡田監督は両翼にダブルでスケット選手を入れる、こういう構想を一番早い段階で明かしていましたが、周期練習から周期キャンプにかけて、若手選手のアピールというのが素晴らしく、そしてミエセス選手を獲得した後も、最初から一軍という考えは持っていないと、こういったコメントを出していますから、現状、岡田監督の中で一番最初に持っていたダブルスケットプランというのはなくなっている。だからこそ来シーズン、この三エ選手も含 そうなんですけれどもどんな選手にもチャンスがある、まあ、特に日本人選手でそして若い選手にもね、まあ、大きなチャンスが巡ってきてるということで一体どの選手がライトのポジションを掴むのかこれは大きな注目ポイントであるとさあでそういった中今回の動画でメインでご紹介していきたいのが前川選手、まあ、この前川選手に関しては何度も個別で動画化させていただいておりますが来シーズン高卒2年目我々タイガースファンにとっても本当に注目の存在なんですがまず前川選手の今シーズンの2軍成績21試合に出場して60打数15安打、打率が2割5 ホームラン三本、七打点、出塁率が二割八分一輪、ops が七三一、得点圏打率が三割ということで、まあ、今シーズン二度の長期離脱があって、そこまで多く試合に出ることはできなかったんですけれども、全体のヒットが十五本のうち、ツーベース三本、ホームラン三本ですから、この超大力というのは、やっぱり前川選手の大きな武器ですよ。で、そんな前川選手は、来シーズン二年目を迎える中で、ライト固定というのを明言されています。まあ、岡田監督が左投げだからっていうね。まあ、こういう理由というのも明かしていましたが、前川選手にとって、守備というのは課題の一つ。 周期キャンプでは早球の精度向上のためにタオルでのシャドウスローにも取り組んでいましたがそういった効果もあって筒井コーチは良かったり悪かったりを繰り返していますけどいいところがずっと出るように指導したいし本人もしっかりテーマを持ってやってくれているからいい結果が出たことは良かったと思うとこういった地道なトレーニングを積んで徐々に前川選手の送球が良くなっているこれは来シーズンに向けてやはり試合に出るためには守備力向上も大事ですからこれはいい流れなんじゃないでしょうかそして前川選手は守備力向上のために同じチームメイトで外野手で左利き近本選手に入りと というのを願っていて、打球判断だったり、守備位置とかケースバイケースのプレーそういったところ。でも自分が思ってるのと一軍選手は違うと思う。そういったところもどんどん聞いていきたいとこういったコメントを出していました。まあこのように岡田監督、自ら前側はライトで固定するよと。とこういったコメントを出したということは、レフトにノイジー選手を起用するプランを明かしている。以上、少なくとも前川選手を見出そうとしている。この流れというのはあると思うんです。だからこそ、前川選手も課題の守備に取り組んでいく。これは来シーズン2年目に向けて大事な要素になっていくんじゃないでしょうか。まあ、このように。前川選手は？ 練習かから周期キャンプににけて守備力向上とというところにも取り組んで、いますすががやははりり前川選手ののの一番の魅力力バッティング、まあ、しっかり振ることができるこことででできよねでそういった中で先日、鳥谷さんと糸井さんが来シーズンのタイガースについて語り合う YouTube 動画があったんですけれども、そこで糸井選手は前川いいよとこのように絶賛していたんですね。というのも糸井さんは今シーズン2軍で調整する期間というのもあって、8月の中旬から9月の後半まで2軍でプレーする期間というのがありました。で、前川選手は冒頭でもご紹介した通り、今シーズン2度の長離 2つがあって、なかなか2軍で連続でプレイすることができなかったんですけれども、9月の中旬に戦線復帰を果たしたとで、ちょうど。その時、糸井さんも2軍にいて、そこでの前川選手のバッティングが良かったと。とま、あ前川選手は復帰して、すぐに宇宙間にホームラン左中間にホームランとどの方向にもしっかり長打が出ていたで、前川選手のシーズン打率は2割5分でしたが、帰ってきた9月中旬以降の打率というのは3割以上あったということで、しっかり確率も残っていたんです。ですので、糸井さんは普段の練習風景を見てもそうだと思います。けれども、やはりしっかり試合で打っていた。まあ力 強く触れてていいいいいいたたたというとととうううこころをを評価しし前側いいよとこういったコメントを出んんじゃないかなか思うんですまあ、やっぱりこういったコメントを聞いてても、前川選手の打撃面での期待度というのはぐんぐん上がっていきますし、まあ、実際1年目ながらオープン戦でエース級からヒットを打っている、まあ、こういった姿も見ているわけですから、来シーズン2年目にかかる期待というのは間違いなく大きいです。さあ、でそんな前川選手、来シーズン2年目を迎える中で、間違いなくライトの争いというのは激しくなっていく、本当に年齢問わず様々な選手で争いが起こっていく、この流れは間違いないと思うんですが、その流 中でも特に前川選手がライバル意識を燃やしているのが、ドラフト1位の森下選手なんですね。で、そのことに対しての前川選手のコメントですが、絶対に負けられない。そんなに簡単にやられたらダメ負けたくない気持ちが強いです。打撃では絶対に負けないし、負けられない気持ちでやらないといけないと、こういう力強いコメントを出しています。ま、あ前川選手の口から何度も負けられないという言葉が出ましたが、まあ、右左の違いはあっても同じ外野手で、そして高校1年生の時から名門校で主軸を担ったという経歴がある。そして、前川選手は続けて有名だったので前から。 自信を持ってくると思うので勝負したい。高卒2年目は若いと言われるけど、打ったら使ってもらえると思う。求められてるのはバッティングだと思う。その軸だけはブレずにやっていきたいです。と、こういうコメントというのも出しています。いや、この負けん気がめちゃくちゃいいですよね。前川選手のオープン戦での面構えであったり、実際2軍でのバッティング姿というのを見ていても、本当に1年目なんですか？と問いたくなるぐらい堂々としていますよね。で、実際、前川選手もバッティングには自信を持っている。そして、さらに伸ばしていきたいという気持ちもあって、バッティングでは負けられないと。こういうコメントを出していると思うんです。まず。 すでに岡田監督は森下選手のキャンプ一軍態度というのを明言していますが、それは前川選手も同じですから、やはり負けられないという気持ちは強い。このコメントからもその思いというのがわかります。で、前川選手は来シーズンのレギュラー争いに向けて、ツイスト打法をマスターして対抗すると、こういうプランというのを明かしています。で、そもそもこのツイスト打法って何というところなんですけれども、一番有名なところで言うと、ジャイアンツで活躍し続けた安倍晋之助さん。このツイスト打法を極めて通算406ホーマー、素晴らしい数字を残した方ですが、で、このツイスト打法というのは、 打つ瞬間に腰を逆方向にひねる。動き体の開きを抑えることで、バットを最短距離の内側から出すことができて、逆方向にも強い打球を打つことができる。で、安倍さんは現役時代、このツイスト打法の効果が最も発揮されるタイミングとして、体が泳がされた時だという風に語っていて、前に泳がされた時に腰の動きを逆にするとヘッドが走る。そしてヘッドが走る分、インパクトが強くなるんです。と、こういう風に解説していました。で、ここでまた前川選手に話を戻しますが、前川選手はこのツイスト打法は智弁学園時代から取り組んでいたとで先ほど。 さんのコメントもご紹介しましたが、左バッターが泳がされた時は右手一本での勝負になりますよね。で、今、シーズンの前川選手のオープン戦を思い出すとジャイアンツ戦で合計2安打打ったんですがで、そのヒット2本とも泳がされながらのヒット。まあ右手一本でね。持っていくような形の安打だったんで、まあ、やはりこういったところも高校時代から取り組んでいた。ツイスト打法の効果が出てるんじゃないかなと。とで、前川選手はツイスト打法の完全習得について、まずバッティングで貢献できるようにしないといけない。捉える確率を高めるなと自分が思ってる。打球を自分が思ったところに打つ巨人。 安倍晋之介選手はそういういい感じだったたのかなと意識ししてて映像を見たりしていますあ、こういったツイスト打法の習得というところもそうですし、まだまだ来シーズン高卒2年目、10代の選手ではあるんですが、向上心がものすごい。先ほどもご紹介した通り、守備ではスローイング向上のため、同じ左の近本選手に弟子入りを志願したり、そして、鳴尾浜では左ピッチャーの渡辺投手からね、教えを請う、そういう姿というのもあったんで、自分自身が成長するため、そして自分の序列を上げていくための行動なら何でもする、まあ、こういった姿勢というのを感じますよ、ね で、前川選手は自分自身で何度もバッティングで勝負していかなければいけないと、こういったコメントを出していますが、アベレージを残しつつ、2桁ホームランを打てる選手になっていきたい、こういったコメントというのも出してるんで、まあもちろん前川選手のコメントにもある通り、2桁ホームラン打ってくれたら、タイガースの得点力というのは間違いなく上がっていきますが、その中でもやはり確率というのは必要になってくる。岡田監督は前々から、二遊間の選手であったり、キャッチャーは別に打たなくていいよと、こういったコメントというのも出していましたけれども、その最低ラインはおそらく2割5分ぐらいはあるんじゃないか かなと思うんですね。で、入管の選手であったり、キャッチャーの選手の最低ラインが2割5分という形になってくれば、やはりバッティングが求められる。ライトではまあ、2割5分は最低限超えていってもらって、その中で得点力というのも大事。もちろん、これから総行種でアピールしていかなければいけませんが、前川選手の一番の武器であるバッティング、これをいかに前面に押し出しながらアピールすることができるか、これが春のキャンプ以降、めちゃくちゃ重要になってくると考えます。そして最後になりますが、これまでの岡田監督の打順構想から考えていくと、やはりライトに入る選手は大体。 番あたりに収まるんじゃなないかなとで、また後日、2022年終了時点でのスタメン予想という動画もアップできればなというふうに思っていますが、大体それぞれの打順、埋まりつつありますよね。まノイジー選手の獲得によって、1番から3番固定されるかなというところであったり、まあ、その他もね、いろいろと予想しやすいところまで来てはいるんですけれども、岡田監督は以前から、この6番バッターをかなり重要視していて、ものすごい重要な打順なんですよ。クリーンナップは簡単に決められる。でもそこから後ろというのが難しい。初回、2アウト満塁、すごいプレッシャーになる。そこで点を取るのと、0点 で、1>, 1回終わるのとでは流れが大きく変わってくる。だんだん点が取れなくなってくると、やっぱり重い打順やなという風に思うんですよ。と、こういったコメントを以前に出していました。確かに岡田監督のコメントにもある通り、この6番バッターという打順は初回2。アウト満塁。まだ1点も入ってない状態。ギリギリで回ってくる打順なんですよ。で、ここで6番バッターが1本出せるかどうかでね。本当に初回から流れというのがガラッと変わってくるんで、まあ、6番バッターに求めたいのは勝負強さ。こういったコメントというのも出しています。で、その中で前川選手は今シーズン打席数自体少ないですし、2軍での。

にににつついいいいいててててててそしし来シシーーズンののレギュュラーダッシュに向けてどんな取り組みを行っっるのかこうたたた点についてもご紹介されていただきました前川選手が何度も口にしていた負けられないという言葉、ここまでね、まあ、強くライバル意識といいますか、絶対に負けない、こういう強いコメントを出している選手って結構少ないと思うんで、まあ、そういった意味でもね、本当にこの負けん気というのは素晴らしいですよ。これから前川選手がどんなアピールを見せてくれるのか注目しながら見ていきましょう。皆さんは来シーズンのライト争い事情についてどう考えますでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、 今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいですこの動画が面白かったためになったと思っていただけた方はよかったらチャンネル登録グッドボタン押していただけると嬉しいです皆さんのおかげでこの阪神情報局チャンネル登録者3万8500人突破いつもありがとうございます皆さんのご視聴コメント高評価チャンネル登録が励みになってます 次は目指せチャンネル登録者3万9000人ということで今後とも阪神情報局何とよろしくお願いいたしますでまた次の動画でお会いいたしましょう毎日ドラフォーありがとうございました来シーズン前川選手 VS 森下選手もそうですがまだまだ他の選手もいますこれからライト争いどうなっていくのか注目しながら見ていきましょうでまた